K 南ハノイランドマークタワーは、ベトナムの首都ハノイ市のカウザイクファムフン大通りに位置する超高層ビル。ファムフン地区は、新興住宅地、新興ビジネス地区で、このビルの周囲は、KPMG、スタンダードチャータード銀行、プライスウーターハウスクーパース、LG 電子など、グローバル企業の本部建設用地として確保されている。 ハノイランドマークタワーコンプレックスは高さ350メートル72階建てのオフィスタワー、ランドマーク72と48階建ての高層住宅2棟よりなる。ランドマーク72は46,054平方メートルの敷地に立ち、延べ床面積は69,673平方メートルになり、ビル1棟での延べ床面積の大きさでは世界でも有数のものである。 ハノイランドマークタワーコンプレックスには5つ、母子高級ホテル、オフィス、商業施設などが入居し、2012年5月18日に開業した。ランドマーク72は、完成時点で世界で35番目の高さの超高層ビルで、ベトナム及びインドシナ半島では最高層のビルであった。これ以前のベトナム最高の超高層ビルは、ホーチミン市のビテクスコフィナンシャルタワーであった。 このビルの開発、建設、運営に当たっているのは、大韓民国の建設会社、K 南企業で、投資額は10億5000万ドルと見積もられている。2008年に計画が始まり、2010年11月の段階でビルは高さ300メートルに達し、ベトナム一高い建築物となった。2011年1月24日には350メートルでの上等式が行われた。 住宅二棟は、その数ヶ月前に高さ212メートルまでの上等式を終えた。ありがとうございます。